気象通報は、気象観測の成果あるいは気象に関する情報を、ラジオ放送、無線電話、テレフォンサービス、インターネットなどで提供するものである。日本では、気象庁の漁業気象通報、漁業無線気象通報、鉄道気象通報、電力気象通報、大気汚染気象通報、火災気象通報、農業気象通報、海上保安庁の船舶気象通報がある。 このうち気象庁発表の漁業気象通報とは NHK ラジオ第2放送で毎日16時から気象通報として放送されている。気象庁は気象業務法等の法令に基づいて各種の気象通報を発表している。気象庁が発表した日本全国各地と周辺近隣諸国主要都市の天気と気温、並びに気象庁海洋気象部位と船舶からの天気、 漁業気象通報はそれぞれ気象通報として NHK ラジオ第2放送で毎日1回16時から放送されている船舶、航空機などに気象資料を迅速に提供するため気象無線模写通報がラジオファクスの送信形式で短波で放送され天気図や予報資料が画像で受信できる以前は航空用気象無線模写放送があったが二千一年に 廃止されている。気象庁が発表する気象通報は次の7種類がある。NHK のラジオ第2放送で1日1回12時発表分の天気を16時台に放送する。放送される各地の天気と漁業気象の原稿は放送当日の18時10分ごろに気象庁のウェブサイトに掲載される。1週間分の放送原稿が閲覧可能であるが、 18時10分以前に一番古い原稿は消去される。ラジオの気象通報により各地点の実況、天気外況を知ることができる。放送された各地点のデータをラジオ用地上天気図用紙に記入して地上天気図を作成すると天気が予測可能となる。天気図用紙はナンバーワンナンバー2、携帯用があり、ナンバーワンはデータを記入する一覧表と地図、 ナンバーには地図のみが記載されている。ナンバーワンが初心者向けとされている。携帯用は難易度が高く、登山者向きに作られている。ラジオ日経第一放送で、気象通報、海上気象解説として、毎日15分間放送されていた時代がある。当初は5時30分、5時45分、12時20分から12時35分、23時、23時15分で、 12時台の放送は低気圧や高気圧などの位置や気圧は気象庁発表のデータを5時台の放送は前日21時の位置をもとに新日本海洋気象が推定したデータを放送していた23時台の放送は NHK の22時放送の漁業気象の原稿を読み上げていたこの時期は固定船ビクターなどのアナウンスもあり興味深いものであったが 23時台の放送がなくなり、その後、東京証券取引所の誤ばか始し時刻変更に伴って、早朝5時30分マイナス5時45分に移行し、2005年3月31日の放送を最後に終了している。日本産学会の提供により夏冬の5時台の放送前に850ミリバール、700ミリバールの構想点傷作成のための 夏山高層気象や冬山高層気象が放送されていた。放送時間1928年11月5日に NHK ラジオ第2で放送開始。2014年3月31日の改編で放送が16時1分回のみとなり、9時台と22時台の放送は3月30日に廃止された。長らくアナウンサーによる生放送での読み上げが行われていたが、 2016年4月からは合成音声による自動放送に変更された。また、2021年3月2日の放送では自動放送装置の不具合により臨時措置としてアナウンサーによる生読みが行われた。放送中止は緊急警報放送などでラジオ第2放送が緊急放送を行う場合に限られている。 2006年11月15日22時放送分と2011年3月11日16時放送分から3月12日は放送中止となった。2013年2月6日はソロモン諸島で起きた大地震による津波注意報の発令により16時から4分間と16時10分から3分間ラジオ全チャンネル共通の津波注意報関連の放送をして 漁業気象の一部が割愛された。2020年12月12日には、16時18分に、岩手県沖を震源とする震度5弱の地震の緊急地震速報が流れた後、2分間にわたり、無音となる、放送事故が発生し、その日の通報も中断したまま終わった。番組構成各地の天気船舶からの報告、漁業気象と続く。番組冒頭で原則、 この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。石垣島ではと始める。以前は近隣外国の予報を伝えるところで引き続き今日正午の天気をお伝えしていますと断りを入れる場合もあったがアナウンスの合成音声化により現在はなくなっている。百九十三年頃までは冒頭で 外境アナウンスを伝えていたが、漁業気象等の情報量の増加に伴い省略され、最初から今日時現在の各地の天気に入る。アナウンサーによる生読みだった頃には、台風などが接近し、情報量が多い場合は、情報量が多いので、少し早口でお伝えしていきますなどと説明することもあった。各地の天気船舶からの報告漁業、気象海上保安庁からの お知らせ2013年5月23日午後10時放送の午後6時の漁業気象の原稿が当日午前6時の原稿を誤って読み上げた。このことについて翌24日の午後4時放送の正午の漁業気象の原稿を読み上げる前に前日午後10時放送の気象通報の中で漁業気象の原稿を誤って読み上げたことを詫びる趣旨の放送があった。放送原稿の取り違いは アナウンサーが名前読みしていた時は数年に一度見られた。終了時は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしましたとアナウンスして番組が終わる。気象通報における気象要素の読み上げには定まった様式がある。気圧の単位には現在はヘクトパスカルが用いられているが、1992年11月30日までは、 ミリバールと読み上げていた。各地の天気各地の天気は、では、の風風力、ヘクトパスカル、度、と読み上げる。石垣島では、北東の風、風力4、天気曇り、気圧、1016ヘクトパスカル、気温21度。那覇では、北北東の風、風力3、海星、15ヘクトパスカル、22度。浦川では、西北西の風、風力9、 雪強し、1000ヘクトパスカル、マイナス2度。根室では、西の風、風力後、曇り、997ヘクトパスカル、マイナス4度。ウラジオストクは、入電がありません。長春では、風光、風力不明、海星、22ヘクトパスカル、マイナス15度。石垣島は放送の最初に伝える観測地点で、あるため。 後続の地点の参考になるよう各気象要素名を告げる。なお、観測状況により部分的な記録不明となる場合があるが、不明として放送する。そもそも報告がない場合は、入電なしとして放送する。中国国内の観測地点では、近年天気を報告しない傾向にあり、天気不明が連続する放送を聞くことができるが、稀に天気も報告されることがある。 船舶の報告。船舶の報告では、遠洋漁業従事船などから漁業無線局経由で上がってくる報告を読み上げる。イカ気温の報告がないたは、陸上の観測と同じ。海洋気象部位は気圧のみ観測するなどの理由により、不明箇所が多い。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は、7箇所からです。南シナ海の北緯16度。 統計117度では、北北東の風、風力6、天気曇り、気圧線15ヘクトパスカル。フィリピン東方の北伊17度、統計129度では、風向風力不明、天気不明、14ヘクトパスカル。北海道東方の北伊43度、統計150度では、南南東の風、風力8、天気不明、998ヘクトパスカル。 漁業気象漁業気象では台風、低気圧、高気圧の位置と勢力、進行方向が前線の場合は位置のみが報じられる。なお、前線を伴った低気圧については低気圧の位置とは別に前線の位置を放送する場合もある。他には強風が吹いている海域や濃い霧が発生している海域も報じられる。台風や 勢力の強い低気圧及び勢力が強くなる可能性がある低気圧の場合は予報円の位置と大きさも発表される。最後に日本付近を通る主な等圧線の位置を報じる。三陸沖の北三39度、東経146度には988ヘクトパスカルの低気圧があって東北東に毎時45キロで進んでいます。 中心から温暖前線が北緯38度、統計151度に伸び、寒冷前線が北緯32度、統計142度、北緯29度、統計138度に達しています。中心から半径900キロの園内では15メートルから20メートルの強い風が吹いています。南シナ海の北緯20度、統計118度、15度116度、 14度112度、17度112度、および元の北緯20度、統計118度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。下北の北緯41度、統計117度には、1046ヘクトパスカルの高気圧があって、南東に20キロで移動しています。日本付近を通る1016ヘクトパスカルの等圧線は、 北緯16度、東経118度、23度124度の各点を通っています。通報の受信で気象庁が日本列島近海を航行する船舶向けに隠し通報をラジオファクシミリで放送している。電波法令上は特別業務の局による同法通信。日本以外にも気象無線模写通報を送信している国が多く、条件が揃えば、 日本内陸でも受信することができる。海上保安庁は、海上保安庁法第5条、第23号に基づき東大その他の航路標識の付属の設備で気象観測して、船舶気象通報を発表しており、無線電話、テレフォンサービス、インターネットなどで情報提供されている。2016年9月30日をもって、無線電話による 船舶気象通報が廃止された。韓国でも KBS 第一ラジオで午前4時42分から気象通報が送信されている。日本でも一部地域で受信可能であり、KBS のインターネット放送でも聴取できる。韓国に加え、日本の各地の気象も送信される。ありがとうございます。